こんばんは、白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして三重です。本日のニュースです。白ドラバトルフェス2022内にて腕ワングランプリグランドチームバトルの開催が決定いたしました。本大会優勝チームには賞金として300万円、準優勝チームには賞金として100万円が贈られます。グランドファイナルとなる決勝戦は12月11日を予定しております。はい、これ賞金付きの大会っていうのはね、白ドラでは初めてですもんね。はい、そうなんです。これ試合についてはね、完全にプレイヤースキルを競うゲームモードで行うということなんで、はい、要するにですね、これ腕比べオンでの団体戦ということになるみたいなんですけども、はいはいはい、これ従来のね、腕オンスタジアムのシステムではなくて、これより競技性を高めた形に改修された腕オンバトルになるということみたいですよ。はい、5試合の団体戦で勝敗を競う形式になっておりまして、あらかじめチームを組んで大会に参加していただくことになるんですけれども、チームを結成するにはキャプテンライセンスというものが必要になるとのことです。うん、これねちょっと理解しづらいかもしれないですよね、このあたりね。そうですね、うん、じゃあこのキャプテンライセンスっていうのはどうやって取得すればいいのかっていうところなんですけど、はい、簡単に言うと、これ今年の白ドラバトルフェスで上位に入るとキャプテンライセンスが取得できるということらしいです。はい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 、はい、で今やってるトリオ戦だけでなくて、もちろん今後のねタッグ戦ソロ戦あるんですけども、そのあたりも含めて対象になるという感じみたいですね。はい、はい、さらに8月9月には腕比べオンでのキャプテンライセンス取得大会というのも開催予定となっておりまして、誰でも参加挑戦することができますので、ぜひそちらでも上位入賞を目指していただければと思います。ちなみに2021年の白ドラバトルフェスで優秀な成績を収めておりますプレイヤーはすでにキャプテンライセンスの取得対象者となっているということでございます。うん、これ最終的に何チームがね参加することになるかまだ分かんないですけども、はい、キャプテンが自由にチームメンバーを募集したりとか編成したりとかねできるっていうことですんで、はい、チームの色みたいなところ出てくるかもしれないですよね。いや、そうですよね、本当に、うん、非常に楽しみかなと思ってます。まあ、なのでね、これまで 今年のなんか大会に出られている方は、まあ、上位目指していただければ、そこでキャプテンライセンス取得できますし、もし私がね、はい、例えば8月9月腕オン出て、でそれで上位になりましたって言ったら、うん、私キャプテンライセンス持つことになるでしょ。そうです、実力的に難しそうですけどね。いや、分からへんがな、それは。それでもし取った場合よ、はい、キャプテンライセンスを、例えば自分が好きな人をこうスカウトしたりとかして一緒に出ようぜっていうことができるってことですよね。そうみたいですよ、はい、サネシゲさん一緒に出ましょうとか、それこそ他の上位プレイヤーの人たち、 それこそ最近始めた人でも誘ってもいいってことですもんね、うん、その人たちをスカウトしてドリームチームを自分で結成すると。結構これは面白そうですよね。そうなんですよ。こちら腕ワングランプリグランドチームバトルの情報につきましては、この動画と合わせまして特設ページもオープンしておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。また後日この件について開発レターにて改めて加藤ディレクターより紹介がございます。腕ワングランプリについて気になることなどあれば、概要欄質問フォームを用意しておきますのでお寄せいただければと思います。本日のニュースは以上となります。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。